しょぼい企業で生きていく。お読んだのいつもながら興味深かったところをメモしていきます。著者は偉い店長さんです。内容を紹介しますと。組織で働くのが無理なら企業しよう。しょぼい企業は不況に強く潰れにくい。店を開くには大金かかるは大嘘。準備資金がゼロでも大丈夫。現金だけが儲ければない。計画もお金も経験も不要。多少残す最高めは割と普通にできる。逃げても生きていくための生存戦略と。で、本を読む理由なんですけど、偉い店長さんの本ということで読んでいました。で、普通にね、面白い本でしたね。で、あの、感想としては自分がね、大学1年生の時に読んでおきたかった本だなと思いますね。まあその 生きるための、えーまあ、なんだろうな、知っておきたいルールみたいなことが書かれているんですね。まあ、一つが、まあ、その、社会のルールというか、資本主義のルールっていうんですかね、まあ、それと、もう一つが、マインド的なところですね。で、マインド的なことはですね、冒頭と最後ら辺に書かれていまして、えー、しょぼくだって人は、生きていけますと書いてありましたね。えー、生きていくための固定費を減らしましょう。自分のできる、できるアルバイトをしましょう。それも無理なら、親に頼みましょう。どうしてもの時きは、生活保護があなたを救ってくれますということで、まあ、生活保護っていうものがあるんだから、それを受けたらいいじゃないみたいな話なんですよ。 でまあ普通に生きてたらですねなんか生活保護ってなんか悪いっていうイメージがあると思うんですね。まあ僕もその大学生の時は思ってたんですけど まあ本当に生活保護が悪いのかっていうのは、まあ、そんなことはないんですよね。ディフェンス最終ライン的なもので、何かチャレンジして失敗した時のためにあった方がいいんですよ。じゃないと人はね、チャレンジできなくなるからですね。まあ、あと、これから、そのベーシックインカム的なその話とも絡んでくるんですけど、AI とか人工知能、AI、ロボットがね、このめちゃめちゃ進化していく中で、本当に人は働いた方がいいのかっていう話が出てくるんですね。人が働くよりロボットとかの AI とかにやらした方が良くないみたいな話も出てきますし、で、さらに言ってしまえばですね、まあ、クソし、あの、 えー、ニュータイプの時代何回か前に紹介したねニュータイプの時代で山口周先生っていうのは、えー、もうクソ仕事が蔓延してるともう9割ぐらいクソ仕事だよみたいなことを言ってたと思うんですけどまあそのクソみたいな仕事がたくさんある中で本当に人は仕事をやった方がいいのかっていう話があるんですよ。まあ、例えばその2019年の例で言いますとまる生命というところがですね、えー、高齢者にぼったくり保険商品というものをねあの売りつけていたって話があるじゃないですか。 いいいことをしたのっていう話ですよね社会にどれだけの,あの恩恵があったのかって分かんないじゃないですかその仕事をやる中でね。まあ確かに、あのー、一つのメリットとしては、えーまあ、今の日本の金融資産は高齢者がたくさん持ってるから、えー、高齢者からお金を引き出してるから俺たちは社会に対していいことをしてるんだっていう意見もあるかもしれないですけどあるかもしれないんですけど。 うん、まあちょっとひどいですよね高齢者騙してお金をむしり取っていくっていうのが本当に社会にどれだけねいいメリットがあったのかむしろデメリットの方が大きかったんじゃないかっていうね、まあ、そういう仕事がたくさんある中で働け働けブラック企業でも働け 体を壊してもらえ働けみたいなそれが本当にいいことなのっていうのは結構疑問なところですよねっていうねちょっと話が長くなっちゃったのでここで終わって本題にいきましょう本題はですね処分医企業の始め方ですね処分企業の始め方とで例えば埼玉辺りの野菜の取れる実家づまりで東京の学校まで通っていたとする電車代に関しては定期を持っていたアイルドするとでリュックに野菜を詰めて電車に乗り野菜を売ったとしたならばただの移動が 輸送に変わるっていうことなんですね。これがもう結構ね重要な話なんですよね。で野菜が売れる販路さえ探せば毎日の数学がお金に変わる。このいつもやっているコーヒーをお金に変えるという発想は小売企業の基本的な考え方の一つです。これを生活の資本家と読みますって書いてあったんですけど、まあこれはあのこの本では経費という言葉を使ってなかったんですけど、まあこれ経費の考え方なんですね。でこの経費の考え方を知ってるかどうかっていうのはあのまあこの社会を生きる上で大きな違いになってきますね。経費というものをね知ってるかどうかっていうのはですね。でまあ 経費についてはですねもっと詳しい本がたくさんあるので、まあ、その辺を読んでもらいたいんですけど、まあ、この辺を知っておけよってことですね毎日やってることでもちょっと工夫したらそれがあの、まあ、お金に代わる何かがあるんだぞっていうことを、まあ、知っておいた方がいい大学生の時には知っておいた方がいいという感じですねはいで例えばですねリサイクルショップ経営とかもありますとリサイクルショップ経営で、まあ、エラ店員さんがやってるらしいんですけどエライ店長さんがやってるらしいんですけどえ普段使っている冷蔵庫洗濯機テレビ掃除機がまあ山のように手に入りましたよねってことはそれが売れるまで自分でね使えばいいんですよ なったら自分で、冷蔵庫ととととかかかか洗濯機機テレビとか掃除機とかってていいいうのを買わなくていいんですねでこの辺揃えようと思ったら新品で揃えようと思ったら、まあ、10万円以上とかかかっちゃいますよね。でもそれがえいらない。そして中古品が手に入れたら、えー、売れるわけですからそれも利益になっていくということで、まあ、プラスですよね。で、例えば、えー、飲食店、えー。1人分作るところをですね10人分作って売ればいいじゃないって話なんですよね。で、10人分作るからといって10倍の材料,材料費、これ材料費だね、材料費はかからないし10倍の労働力もいらないんですよ。えー、例えばなんだろう、野菜を 1>, えー、1人分買うよりは10人分買った方が安いですよね、えー、たくさん買った方が安いですよねあとまあ、あとなんだろうカレーとかってさだいたいその1人分作っても10人分作っても労働力ってそんなに変わらないですよね10倍増えないじゃないですかってことは、えー、どっかでねその差額分が自分のまあ、利益になったりするんですねはい、えー。生きているだけで絶対にかかるコストを利益に変えてしまうこれがしょぼい企業のマインドって書いてましたねいやこれね本当にその通りだなと思ってます でまあね、そういうことがいろ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 と書かれておりました。で、興味がある方はぜひぜひ読んでみてください。で、僕がですね、もしこの大学1年生の時ね、この本を読んでいたとしたならばですよ。したならば、えー、絶対にやるな思う思うことがあって、それは、えー、お酒を、お酒を、なんだろう、な、え、ん、ー、だろう、評価するみたいな。そのブログか YouTube 動画、まあ多分どっちも作ると思いますね。なんでかというと、もう大学生の時ってずっとお酒飲んでるじゃないですか。ずっとお酒飲んでるけど、それってな、 なんだろうな。全部消費していくだけなんですよね。お酒も消費する、お金も消費する、えー、友達との楽しい、その、時間も消費するんですけど、それをブログか YouTube に書くことによって、その、ただの消費じゃなくなってくるんですよね。ただの消費じゃなくなってくるとかがポイントで、まあ、いろんなお酒を飲んで、えー、集めて、で、それを写真とか撮ってブログにアップする、えー、その味とかを YouTube 動画にしてみるってなったら、それがちょもしかしたら、まあ、その、お金にね、変わる可能性が生まれてくるんですよね。ということで、その、 大学生の時って、まあ誰しもがお酒ばっか飲んでると思うんですよただ消費するだけなんですよでもそこをちょっと変えるだけによって何かねその生産物にできる可能性があるのでもし僕が大学生だったらそういうことをねやってたんじゃないかなってね本を読みながら思ってましたはいじゃあね、えー、今回はこれぐらいで終わりますおすすめの本ですはいそれでは